ください。はい、今日は菊池桃子さんです。おはようございます。私もですね、先週フェルメール あのパンフレットを入手しまして、それで娘と行ってみようと思って、でこれからこの夏休みどこかで行こうと思うんですけども、あの美術館ってちょっと静かにしなきゃいけないようなこうマナーが必要じゃないですか。走り回ったりとかできないですもんね。でやっと7歳なので、そろそろそういうマナーも必要かなと思いまして、ちょっと2人でね、娘とフェルメールに行こうかなと思ってるんですよ。いいですね。紳士淑女デビューって言いますかね。デビュー、はい、おはようございます。おはようございます。そんなのも今話が上がりました、そのフェルメール展なんですけれども、こちらはですね、上野にあります東京都美術館で、12月の14日までこちら行われていますので、ぜひとも足を運ばれてみては。結構寒い時までやってるんですね。結構長い期間やってる、長い期間。先ほどの7点中5点が初出展ということでしたけれども、もう生涯フェルメールは30数点しかないと言われてるんですよ、それのうちの7点ですから本当に貴重ですので、はい、ぜひともチェックしてみてください。それでは今日のメニューです。徳丸は夏を乗り切る昼ご飯、学校給食の献立を考えている栄養士さんに簡単で栄養たっぷりな夏の昼ご飯を教えていただきました。花丸カフェのゲストは上地雄介さんです。お母様と頻繁にメールをするという上地さんですが、その中身は非常にマニアックなんだそうです。果たしてそのメールの内容とは。そして菊池桃子のお仕事百科それグッジョブは、犬のしつけを行うドッグトレーナーのお仕事を調査、飼い主が自分でワンちゃんを上手にしつける方法をご紹介いたします。はい、それで今週も楽しくやりましょう。はなまるマーケットオープン。おはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオンがお送りします。今日の特番では夏を乗り切るお昼ご飯です。皆さん夏のランチはどうしてますか？あのうちはですね、やっぱりあの先ほどのインタビューにあったように適当にって感じで、あり合わせで、あり合わせですね。食べる時間なかったら本当水分だけとかそういう時もありますもんね。危険ですよね。夜だち揚げ物食べるより昼間とか、昼間にボリューム置きたいなと思うんですけども、なかなかね、夜明るめで、そうが理想なんですけどね、はい、それがね、まあ、街で伺ってみても奥様方はやっぱり昼はどうしても手抜きになっちゃうと、冷蔵庫整理みたいなね。そうですね、あの朝ごはんとか前の晩の残り物だったり、あとはもう簡単にあるもので済ませたりと。ただやっぱり夏暑いですから、あんまり栄養バランスが悪いと夏痩せしますし、逆に最近はカロリー取りすぎて夏太りになる可能性もあるんですよね、まあ、つまりは夏痩せないためにも太らないためにも、しっかり栄養バランスの取れた適正なカロリーのものというのが理想なんですよね、で、まあ、今回その手抜きがちな昼ご飯なんですが、なんとかこうスペシャリストな方に教えていただこうかなって考えた時にパッと思い浮かんだのが、そういえば給食作ってる栄養士さんってまさに昼ご飯のプロだなって、で結びつきまして、栄養バランスを考えてね、献立を本当作ってくださってるんですもんね。ぴったり全部計算してますからね、でその給食なんですが、本当に優れた昼ご飯です。こちらご覧ください。まず今薬丸さんから出たように、1日の3分の1強の栄養が取れるように全て計算されてるんですよね。でさらには食べやすい工夫がたくさんある。例えばあの大きな肉ではなくて小さなひき肉にしたりとか、お子さんに対する工夫がたくさんある。でさらにはお昼までに調理師さんが大量の食事作らなくちゃいけないですから、簡単に作れる工夫もたくさんあるということなんですね、で、まあ、今回その栄養士さんに8月の献立をもし作るとしたらということで、本当はないんですけどね、聞いてみました。そこで今回こんな献立が出てまいりました。月曜から日曜までの7回のランチ、あのよく見ると主な材料チア肉になるとかね、体の調子を整える、このあたり懐かしい献立に書いてありましたよね、必ずね、まあ、この辺もきちんと具材を書いて夏バテしない理想の昼ご飯を今日はご紹介していこうということでございます。はい、本当にこの好みでね、いろいろ言ってましたよね、とかやったみたいな
はい、あとおかわりの早い子とかね、うん、どうですか、うん、味そして栄養のバランス美味しいね、スープ、ね、うん、スープにするとやっぱり水分多いんでトゥルッと入りやすいんですよね、はい、特にワンタンはね、ちゃんとしてますワンタンの皮も柔らかくて食欲ない時もいけますね、うん、そうなんですよね、夏場なんか特にねトゥルッと入るといいですよね、うん、でワンタンなかったら餃子の皮とかシューマイの皮でもいいそうです、はい、小麦粉系の皮もで夏はやっぱりちょっと汗かいて塩分が出るので味濃いめにするのがポイントになるそうですね、うん、お昼丼物いいですよ ね、 そうですね、簡単ですし、うん、栄養のバランスもいいですしね、うんうん、で洗い物も丼一つで済むと奥様嬉しいですよね、うん、確かに、うん、本当あのピリッとしたのが欲しい方先ほども VTR で言ってましたけど豆板醤と足した方がいいんですよね、そうです、豆板醤今回小さじ1なんですが、はい、大人の方は分量増やしてもいいですしちょっとラー油とか入れてもいいですしね、うん、これで結構辛いですよ、あそうですか、はい、じゃあニンニクとか生姜も効いてる可能性もありますね、まあちょっとねひき肉にして小さくした方がお子さん的には食べやすいですし、今ひき肉の方が値段も安いですから家計にも優しいという、そうですね、給食の場合1食もねいくらってもうシビアに決められてますから、はい、この辺の計算も非常によくできているということなんですよね、で先ほどカロリーの話もしたんですが、600キロカロリー前後ということですからカロリーも適正ですよね、うん、でそれでいていろんな材料はもうふんだんにチア肉になったり調子を整えるもういろんなものが入ってますから、やっぱりさすがプロの栄養士さんが考えるだけありますよね、月曜日と水曜日別々でも平気、スープが2日続くとなっていう感じなんです、もうこの辺は入れ替えていただいてもいいです、マンモナスを火曜日に持ってきて、はいはいはい、続くとね、お子さんがね、またスープなって、そうそうそう、ちょっとね、だましだまし、はい、でスープのところに牛乳がありますけれども、やっぱりあの学校給食の中でもカルシウムの補給ってかなりの部分牛乳に頼ってるところがあるんですって、はい、給食の出てる時はお昼必ずお子さん飲みますけど夏休み忘れちゃう方もいるのでお昼の時にちょっと添えていただくと非常に栄養のバランスがまたカルシウムが入って良くなるということなので、この辺もぜひ、はい、さあそして麻婆茄子丼なんですが、はい、これちょっと皆さん上の麻婆の具材何か思い出しません、え実はあの今ご飯にしてますけどこの麻婆の分を変えて木曜日アレンジしてみました、下麺に変えるとジャーチャー麺になる、うん、ということになるんですよね、なるほど、あの炭水化物の入れ替えというか、お米から麺にということで、木曜は麻婆茄子つながりでこんな風に、やっぱりパスタも人気メニューということなので、ね、はい、今回週末はパスタにしてみました、はい、じゃあまずはですね豆腐のミートソース風パスタから試食お願いします、はい、あのひき肉でたっぷり動物性のタンパク質を取ったのでここは植物性の良質なタンパク質と、うんうん、あすごいかさ増しになってますね優しい味ですよね、うんうん、お肉より本当に優しい、うん、はい、でパスタだともう主食とか炭水化物、副菜も一度で取れますからね、うん、やっぱり手軽に作れるにはとってもいいですよね、美味しい、すごく味がいい、お豆腐はトマトソースをすごい吸ってますよね、うんうん、なんとも言えない味になりますよね、うん、そしてパスタもう一つ皆さんの前にサラダパスタもご用意したんですがこちらはですねもう、はい、子供たち喜びそうですよねお子さんに受けますよねこれね、やっぱりねパスタの中でも給食の一番人気はこのサラスパなんです、ね、週末はこのパスタ3つということになりました、ね、いずれも人気のものですしね、まあ、さらに皆さんにもう食べていただいて分かるように味もいいですし、はい、もう栄養のバランスも、うん、完璧なパーフェクトランチ、それがまあ給食ですから、うん、夏痩せしないためにも、まあ、夏太りしないためにもやっぱり